テンション高い人だけ。バンド名がゴーシャーという名前です。ちょっとそれもあの後でメンバーに聞きたいと思うんですけれど、女子4人で、プラス日本男児1人少なくとも最初の曲だけですね、での構成になっています。あになっています。ではですね、ちょっと演奏を始める前、今日は3曲やっていただく予定なんですけれど、演奏をやっていただく前に、ちょっとバンドの、命名についてお話しいただきましょうか。どうぞ。バンドの命名について、バンドの名前は女子4人で決めたんですが、まあどうしようかって最初、まあ、シーンって沈黙があったんですが、まず選択肢が2つ、英語系にするか漢字系にするかっていうので、ライブジャムアウトの時に多分英語系の名前が並ぶから、日本語系の名前があったらちょっと目立つんじゃないかなって思って、じゃあ四字熟語を使おうっていうことになりました。それでたまたま私が持っていた電子辞書を使って、私たちの名前のバンドに合うような意味の、四字熟語を探していきました。そこで、なんだっけ、豪奢言うと意味はとにかく楽しく派手に遊ぼうぜみたいな、そういう意味があって、でもともと豪奢言うとっていう字が、湯が草冠に、お湯の湯宝刀息子の湯をが当てられているんですが、本当は何、仲間という意味を込め正当の湯を、そこにあって豪奢言うとと命名いたしました。はい、ありがとうございます。そしたら、このバンドメンバーで、バンドを作ろうといった、あのその辺の背景はどうでしょうか。じゃあリーダーどうぞ。そういうのをちょっと何ですか。なんか最初なんかビートルズがやりたいなって思って、それでなんかシングアウトの時に花ちゃんを見てナンパしたんですよ、私が。でなんかいいですよ、こんにちは。でナンパして、でね、そっと穴増えてってみたいな感じですね。はい、それだけですか。じゃあ、 唯一の、日本男児に無茶振りしたいんですけれど、どうですかこのバンドで演奏している気分は。前回やっていたもう一つ あのガールズバンドの時よりは、こっちはすごいはちゃめちゃで楽しいって感じなの で、僕もビートルズ大好きなので、入れて嬉しいです。ありがとうございます。とても無難な答えが返ってきました。はい、それでは第1曲目、よろしくお願いします。
最初の曲終わった時点で、40人のお客様が来てきてくださってます。多分あの雨の日のニコ生放送は当たりですね。ちなみにあのフィリピンのあたりから見ていただいている方 いらっしゃいますでしょうか。レギュラー MC の、S 先生、新平先生が今フィリピン滞在中なんですが、今多分勉強中ですね、はい。じゃあ今の曲についてちょっと説明してください。よく聞いたことあるような気がするんですが、どんな感じなんですか。ただいまお送りしたのはハローグッバイアレンジドバイティーベでした。ティーベっていうのはどなたですか。あ、ライブジャムの作曲の先生です。私とアイリちゃんがまずこのバンドで、私とうんちゃんがこのバンドで何を演奏しようかっていうことを考えて、じゃあハローグッバイをやろうって思って、アレンジしたいねって言ってたんですけど、まあ、素人2人ではどうにもこうにもこうアレンジのしようがないということで、先生にお願いして、すごく短時間ですごく無茶ぶりだったと思うんですけれども、こうやっていい、アレンジに仕上げてくださいました。はい、あの今カメラが一つしかないんで、あのティーベ先生の映像を映すことできないんですけど、あのティーベ先生が買ってくださった天井カメラを映すことができますので、それで今日は我慢してください。ドラマーが非常に綺麗に映って、ドラマの、まあ、頭がですね非常に、綺麗に映ってます。ヤフオクで1980円かなんかで買わせていただきました。そしたらじゃあここで、日本男児、履けることになりますが、ありがとうございました。ちょっと今のところまだコメントが、ほとんど来てないので、じゃあ次の曲、どうぞ。続いてはアブリル・ラビーンでバッドレプテーション、どうぞ。Oh no.
ありがとうございました。今の曲は、もうアブリル・ラビンですね。アブリル・ラビンでバッド・レピュテーションでした。ありがとうございます。来場者数50人に、近づいております。コメントがですね、まだあんまり入ってきてないんですけど、一つ拳がすごいとあります。拳って誰の拳？ボーカルの拳ですね。左ですか右ですか？緑。ですね。で星をたくさんいただいて、ドラムは左利きかってあるんですけど、実はこの、 天井カメラですね、逆に左右が逆に映る仕組みになってるんで、そういうわけではありません。ミラーのようになってるような状態です。あ、新ラインえって感じですね。あと軽くメンバー紹介的に、あれですよね、ドラムの方はまだドラム始めて日が浅いとか、1月から始めたばかりだそうです。1月だから まだ3ヶ月であそこまでしっかり叩けるようになった。めっちゃ努力したんです。素晴らしいですね。で、実は、みんな乱破して、バンドを結成したリーダー不在で最初のライブをやったんですけれど、どこに行ってたんですか？まあそれはいいです。で、ギターやってる、校長かっけ、やっとありがとうございます。ライブ始まって14分でやっと校長かっけ出てきました。ありがとうございます。でも校長よりもっとこちらの女性、4人かっこいいと思います。で、この、ギターやってる方なんですけれど、あ、校長かっこいい、またありがとうございます。今日は顔出ませんので、ギターやってる方がですね、なんかすごい微妙な立ち位置、立ち方角なんですけれど、すごいなんかちょっと方向を変えるだけで、向きを変えるだけでギターが羽織るということで、この微妙な立ち位置になってますんで、で、前回の、ジャムアウト、生徒さんの発表会で16バンドあったんですけれど、その中で、最終バンドですとかいろんな賞が出た中で、このバンドでなんと個人賞4つのうちの2つを3つ、あ、そうか、3つで4人中3人がこのバンドです。で、さっきのキーボード弾いていた子が、いろんなバンドでサポートやってくれまして、ベストサポート、それから、ギターやってる女子が、新人賞ですね、初めてのライブ で活躍したということ で彼女も2つ3つぐらいのバンドで、活躍して、で歌も披露してくれました。ジーザス校長、校長かっけー最高。ありがとうございます。多分これ先ほどお小遣いを お渡しした生徒さんが書いてくれてるんじゃないかなと思いますけど、ありがとうございます。あと100円追加しますんでお願いします。それで、実はですね、このバンドとしても賞を出したいという感じはあったようなんですけれど、リーダーが不在 で先生がベースで入ってしまったんで、ちょっとバンドとしては難しかったんですけれど、なんとこのボーカルの、方が、最優秀個人賞を獲得しました。で、何は隠そう、今回のこの3月17日のライブっていうのが生まれて初めてのこの、バンドとしてのボーカリストとしてのライブだったんですけれど、まあ、今の動きからも見て分かるように、同じような感じでぴょんぴょんステージへ走り回ってまして、相当暴れてたんですけど、どうやって見ても最初のステージには見えないような感じの、貫禄でしたね。で、この生徒さん実は歌もすごいんですけれど、トランペットもやってるということなんで、そのうちトランペットもどっかのバンドでサポートしてくれるんじゃないかと期待しております。ではもうおしゃべりはその辺にして、もうあと1曲になっちゃいますか。ではどうぞ、豪奢優等です。最後にお送りするのはラッドウィンプスで起こしてです。どうぞ。Wake me up, wake me up, wake me up when you come back. I'll be here, I'll be waiting for you.
ました。ありがとうございました。豪奢優等でした。ちょっとそこのそのままで待ってくださいね。コメントがちょっと今日は結構おとなしいんですけど、あのパチパチは、すごい勢いで入ってきてます。ドラムかっけいい感じ、いいバンドっていうような感じで、なぜか校長のコメントが多すぎてどうでもいいんですけれど、ここでちょっと質問を受けたいと思いますので、あと残り数分ですが、何か、質問あったらどうぞ。ドラマーが、なんか変なところで変なことをしてしまったと言ってますけれど、校長何歳ですか？先週18になりました、あ、ギター歴は、ギターの歴はとありますけど、ギター歴はどうでしょう？独学で1年とちょっとや1年半ぐらいやって、今は今習ってからはまだ4ヶ月5ヶ月とかそんな感じです。ギターの先生は誰ですか？でどんな感じですか？イケメンな先生です。あのここでイケメンというのはあの校長のことではありませんので念のため、ね、すごくいいサウンドだったとあります。他に質問ありましたらどうぞ。さあ分かりました、じゃあ今のところ75人の方がいらしていただきました。これも火曜日のこの時間にって言ったらあのかなり、素敵な方々ばかりなんじゃないかと思います。では、他に何かいいですか？わかりました。では、また来週他のバンドで、生放送させていただきたいと思います、またぜひ、いらしてください。本日はどうもありがとうございました。